中日ドラゴンズが着実に強くなり始めている件。投手はともかく、野手もちょっと揃い始めてて草。外野だけなら12球団でも強い方だからなぁとは、マジで二遊間だけ。言うて岡林、細川、大島、ビシエドの外野って普通に良いよな。てか今年のストーブリーグは、味噌全然つまらんかったな。オフの優勝を狙わなかった、立浪偉い。去年も同じようなこと言ってたような。まあ、見てなって、開幕10試合で、お前らのご期待を裏切らない、戦いぶり見せてやんよ。良くも悪くも中田次第、何にせよ点が取れるか、どうかが長年の課題なわけで。中日って、毎年、キャンプオープン戦、序盤くらいがピークよな。オープンの最後にはすっかり、暗くなるけど。優勝は阪神、A クラスは広島、巨人。これが一番安牌予想やろ。